はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さんは狡猾な落とし穴というぶち壊れトラップカードご存知でしょうか。これ自分の墓地にトラップカードが存在しない場合っていう特定の条件下でしか売ってないんですけども、フィードルモンスター2体を対象に取ってそのカードを破壊するっていう、1枚で2枚のカードをぶち壊すことができる意味不明に強いカードなんですね、はい、ただし自分の墓地にトラップカードが存在してはいけない。私はね思ったんですよね、石津ギミックって墓地のカードをデッキに戻せるじゃないですか。だからトラップカードを墓地にあるやつ戻したらなんか無限に狡猾売ってんじゃねっていうこういう安直な発想のもと、組んできた、石津小悪魔デッキ、こちら今日はご紹介していきたいと思ってます。石津ギミックがですね、墓地のカードを何でも戻せるのでトラップカードも戻せるんですよ。だから、この辺のカードを、墓守の罠とかで持ってきたり普通に素引きしたらバージェストマディノミスクスとか、あとこの宝玉の爆風とかよくわかんないカードで手札切って墓地にこれを叩き落とすっていうね。でそうすると、自分の墓地のトラップカードを戻せるから狡猾を一生打てるっていう、まあ、こういう理論です。はい、でメインギミックは小悪魔になってまして、狡猾な落とし穴を一番そのうまく使えるのでトリオの小悪魔とか落とし穴持ってこれますし、まあ、普通にセラの小悪魔がね小悪魔特殊召喚したりホールをセットしたり落とし穴セットしたりできるんで、まあ、これのモンスターを、まあ、駆使して狡猾セットして狡猾をぶち込んでいくっていう感じです。はい、でメインギミック自体は小悪魔プラスドラグマになっていまして、これ以前ご紹介したさせていただいた通りセラの小悪魔がね出るので結構ドラグマの特殊召喚条件が満たしやすいっていうのもありますし、トラップカード通常トラップカードがドラグマパンチメントあるんで結構そのセラの小悪魔当たりとも相性がいいっていう感じですね。はい、でちょっと誘発を入れる枠がなんかその石津ギミックをぶん回したくてなんかいろいろ入れてたらちょっと枠がなくなったんですけど、まあ狡猾落とし穴は高校からやっても強いんでなんとかなるかなと思って、はいと思って、これ入れてます。まあ、もうちょっとね永続トラップとかなんかそのセンサー万別とかああいうカードは入れてもいいかもしれないですけど、まあ、とりあえずねこの狡猾な落とし穴と、まあムドラケルドの、まあ、このコンボを見せていければいいかなというふうに、はい、思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。ハンド強そうじゃね、これハンド強そうなんだが、とりあえずソリオン召喚するわ。こうかぞ。落とし穴させてるぞ。なんもない。よし。これがね、これ展開全部通ったらマジクソ強いハンドなわけ、大丈夫これ。まあ、とりあえずセーラー出します。これ、シェーブに出したセットしたのは、増殖するうちにチェーンして打ってたんです。はい。で、まあ、あんまり増殖するうちになさそうなんで関係ないですけど、でトラップカードが発動したので、とりあえずトリオンを出してきます。これなんかあれですよね、OCC の方で発売された18金ストラックが18金ストラックが多分発売されたらまたいよいよまた強くなるんですよね。怖く待ってね、トラップカード含んどいたら最強なんで、リダンとかいうモンスターマジ強いんで、まあ、とりあえずこれこうしといて、まあ、妨害数的には十分なんじゃねえかな。これでエンド、ハーピの羽根暴起って言われたら泡吹いて倒れる泡吹いて倒れます。ハービーの動きあんまり飛んでこないけど最近。とりあえずスタンバイフェーズリダンの効果で相手のデッキトップをパチる。あらかとの予想はルーンかめんどくさいデッキ筆頭候補きた。イカれる嵐のってなんだこれ。うわすごい量のカード除外されんじゃん。それはしょうがねえか。ありえん量のカード除外されて、ムードケルいってしまった、1枚ずつ。まあ、暴力のバックがどうでもいいけど。まあ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 、でもそんな、すごい至れってわけじゃないね。もう大体展開には結構使ってるから、黄金の雫のルーンは、特殊召喚はさすがに増殖する字打たせてもらいますよ。さあ、この先行でガン制圧した後の増殖する字はきついだろ、これ。はい。でこれをケアすることはなかなか難しいと思われるが、あスプライトスターター OK、 いいだろう。はい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 、いいでしょう。スプライトルーンですね。このデッキも絶望的に、あうわキャロットとかいう激キモカード来た。キャロットかとかいう激キモカード来た。まあでもあれはチェーンホールが
あるんで、なんか大丈夫だと思う、多分。フィーね、オッケー。レッドも出てきてしまった。ハイジのルーンもぶち込まれていく。いいでしょう。いや、まあ大丈夫ですね、多分大丈夫です。除外できるから、これチェームズイナ無効にされても、チェーンホールあるか大丈夫で、とりあえずキャロットと、まあ、あ、こっちはできないか。フギンで、まあ、フギン自身破壊される場合は、こう代わりに、なんか、除外することできないでしょ。で、これ多分無効にしてくるから、キャロット効果使って、まあ、コスト何か墓地送る。で、その効果、うるせえって無効にすればいいから、はい。で、うるせえって、チェーンホールぶっこんで、これ順番的には、こっち、こうだよね。今発動して効果無効にしてるから、これこうして、で、チェーンホール効果、キャロットの効果無効にしますよ。で、相手は、キャロットをデッキから除外しなければなりません。まあ、しなかった場合はハンデスがあるっていう。はい、で、効果かます。で、1枚ハンデス食らった。もう効果つってるからトラップ、墓地送られても大丈夫。で、泉効果。で、対象は、はい、OK。で、セラの小悪魔の効果発動。トラップカードが発動したので、小悪魔を出す。で、リダン効果使って、相手の泉戻す。そして、誰もいなかった。OK。OK。で、トラップと、魔法を墓地に送って、これはいい。1枚ドロー。で、相手のデッキに泉戻して、OK! で、ドローできない。で、さらに、デッキから特殊召喚。落とし穴セットできた方がいいか。ティオの小悪魔。はい。あーいや、やってしまった。やってしまった。こいつ、突起できるだった。完全突起できるやったー。とりあえず、来た。墓守の罠で効果発動します。墓守の罠の効果によって、天帝の使徒を墓地に送って、ムードラ持ってきて、で、この墓守の罠で一生ムードラとかケルドを供給し続けることによって、墓地のトラップカードを戻し続けて、狡猾を打ちまくるっていう、そういうコンセプトとなっております。今、現在。はい。こういうコンセプトになっております。で、ムードラの効果を発動します。ムードラの効果を発動して、あ、でも待って、墓地のトラップ、おお墓地のトラップ多すぎて草なんだけど、まあいいや。で、こうして、おれおれこれまた次のね、何、ケルドとか、持ってこれるんで、わ、墓守の罠で。これで一生、墓地のトラップを消して一生、狡猾を打つっていう。そういったギミックとなってます。とりあえず、トリオンの小悪魔のを召喚します。で、トリオンの小悪魔の効果を発動。トリオンの小悪魔の効果によって、狡猾を手札に加えて、そして、墓守の罠の効果を発動する。墓守の罠の効果によって、もう金券とかにどうでもいいカードを捨てて、で、ケルドを持ってきて、そして、リーダン効果発動して1枚どうするか。こう。ワンダロー。あ、強っ最強ありがとう、ルーン。ありがとう、ルーン。お前のワンドローのおかげで、俺はこのターンに勝つことができるよ。しゃあ行くぜ、フルドレスさん、フルドレス姉さん、爆弾ザーザーバトル最強フルドレスの効果ぞ。ドラグマの点が500上がる、うれしゃやばい。まあ、ティオのタイミング逃したことだけに目をつむればめちゃくちゃ強かったよね。あ、トラップデッキの都合上ちょっと高校は辛いけど、まあでも狡猾な落とし穴っていうカードが一応高校マクロでも使えるんで、あのカード、まああれ唯一無二の、あの高校からでも強いトラップ落とし穴ですからね、あのカード。まあ、なんで、まあいつがいることによって俺は高校でも若干参るっていう説はある。まあ、双剣とかいうガチでやばいデッキも、まあ
いや、きついか、普通に。バロネス関所きついな。バロネス関所普通にきついな。で、戦略バーン食らわされて、これはどこまで行くんですかね。関所バロネス、オッケー、後ろあんのかな。あんのか、普通にめんどくさい。暗転とかいう激ヤバカードがセッティングされてしまいましたが、私ゴードン引いたんでワンチャンありますか。メタファイズよ、すごいカード入ってるね。すごいカード入ってるじゃん。メタファイズダイダロス、何これ。メタファイズ双剣とかいう新たなるデッキの可能性なんか試してる感じこれ。いやでも言うて確かに相性はいいな。別に幻霊族なんだな。幻霊族だって相性いいわ。やばい、メタファイザー、ディメンション、あれはメタファイズカードをなんか除外して相手のカード除外するみたいなやつですよね。なんかデュエルリンクスっていうゲームではめちゃくちゃ強かった気がありますけども、とりあえず10枚除外して2枚ドローしたんで、なんかある。あー、これ止めてくんないか。いや、これ止めてくる想定で動いてるんですけど、ね、こっち。チェーンホどっか行っただけだか。なんか効果と引けている。どうやって動いていこうかな。これさー、バロネス使うか関所使うかって言われたら、もうここバロネス使わないでしょ。これ関所だよね多分。使うとしたら相手目線ちげえかな。あー、そうだよね、そうだよ、そうだよ、そうだよね、そうだよね、そうですよね。オッケーです。でトリオンの効果無効になってしまったので、落とし穴はサーチできなかったんですけども、シェードブリガンダインは出すことができる。これ許されるかな。これ許されたら結構いけんだよ多分。これ許された場合、一応ランク4エクシーズからあのホープ出してゼウス重ねるっていうなんか動きしようと思ってるんですけど。打点的にあれ暗転でしょ。だからさ、もうこうだろ。ちなみにホープザライトニングはエクシーズにできないっていう効果あるから、重ねちゃうとゼウスが出せないんで、これホープレイいるな。これホープからホープレイ出してゼウスはできるから、これホープレイいるわ。このデッキホープレイを入れよう。でメインズ入る。でライトニングブレードできないんで、ガンダム出して、はい、でお前のその暗転ものとも流してやる。非常に雑な処理となってるんです。トラップカードはちょっと墓地に送らないようにして、よし、オッケー。よし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 、盤面は掃除した。でエクレシアからの特殊でしょ。で効果発動で、エクレシア効果フルルドリス持ってくる。で狡猾セット、パニッシュメントセット、エンドでしょ。いやこれ十分十分まくったら、これ相手の盤面処理した上で妨害1,2,3残しているの、さすがに強いでしょこれ。いやこれはまくったと思う多分。いやそうマジで、この工夫によってはね、高校でも一応まくれるはまくれるから。狡猾とかいうカード、まあね、あの相手の妨害で吐かした後に狡猾をねぶち込めればなんとかなるかね。メタファイズネフテスいいでしょ。なるほどね、メタファイズを一生除外して幻霊族を確保していくっていう感じの、まあ、コンセプトになってるのかな、このデッキは。まあ、相性は確かに良さそうではあるけどね、除外できた場合よね。石津ギミック絡んでなくてあれだけど。OK、バケア召喚で幻霊族見せつけてトークン生まれました。 OK、いいよ、トークン生まれるのは許すわ。ここはここおっとらこれが狡猾のパワー、1枚で2枚を破壊していく。これが最強の落とし穴、これこそが最強。右から終了前何、ちょっとあの姿怖いな。いやでも大したことねえだろ、どうせ無限雇用とかあれだろ、あの暗転とかだろ、あれか、あとメタファイズディメンションだからね、それ。いやメタファイズディメンションとかどうでもいいから、トリオンいるんですね、最強じゃないですか。ティオの小悪魔召喚して、でティオの小悪魔の効果発動、自分の墓地から小悪魔モンスター一体を特殊召喚することができる。そしてトリオンは特殊召喚に成功した場合、メタファイズデュエーション来た。これなんだっけ、メタファイズが除外されたら除外される。あー、OKOKOK、除外されたら、相手のカードを除外していくって言ったら、今あんま関係ないか。でもあれ、ほっとくとめんどくさいから、さすがにあれ破壊するか。で、いや、これ、何これ、セカードどう、
大したことないから見えてるやつの方がいいか。はい、8000。いや、まあ一応割りに行くか。不確定要素は消した方がいいと思うんだよね、多分。トルネードラゴン、竜巻竜、トルネードラグーンの効果によって相手、お相手種の伏せカードを破壊。スターライトローズの大丈夫、双剣安定 OK で攻撃表示変更して、でフルルドリス爆弾させて OK。 これ打点足りてんな。バトルライズゴー。よし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 、 OK。 まくる試合取れたぞ。いや、まあ言うてちょっとね、高校の勝率はあんまり良くないですけど、なんとかしてアーゼウス通してから狡猾セットっていう動きが、まあマックリーの王道パターンかな。対戦ありがとうございました。増殖する G 通るか系でしかねえな、これ。ソーラーエクスチェンジいいでしょう。あー、ライトロードギミックやだなー、やだなー、未開機も入ってるわ、いやだなー、このデッキ。増殖するし、打っていいか、怪しいな、このデッキ。いやー、打つしかないかー。いや、増殖するし、打つかとか、マジ怪しいんですよ、未開機って、本当に。え、これ、いや、やばいかもしれん。これ、止まってくるかなー。いや、わかんないっすね。僕、今回のデッキのギミック、増殖する G しか入ってなくて、誘発。なんかその突破されても止めるカードないんですよ、まあ、入れたかったんですけど入れるわけなかったっていうのがまあ正しい、まあ、とこなんだけど、いやこれ普通にやばいか、クソやばいカード入ってんだけどさ、これデッキの中にそれさ、これもしかして、もしかしてそういうタイプのデッキ、やばいこと起きてんだよな、これ。うわーこれ37枚やんだけど、相手の墓地、相手の墓地37枚なんだけど、うーわ出た。まあ、なんかまあ、ビドミスクスとかいう意味やからモンスター一応沸かせられる。湧いていく残骸爆破、自分の墓地のカードが30枚以上の場合に相手ライフに3000ポイントのダメージを与えるとかいう最強なことか。うえテロリストや、逃げて逃げて、怖くわちゃんたち逃げて、あーちょっとお、テロ行為やめろ。